のねウッドボードを紹介します。天気もいいんでね、ちょっと外出してみましたけど、こっちがね 6.8 フィートかな、でこっちが10フィートで、こっちはね2年前ぐらいに作ったんだっけな。でこっちが今作り中のロングで、こんな感じでね、まだボトムは張ってないんですけど、こういう感じ。僕はねもうディティールなんて言うほどのディティールじゃないんですけど、こうレールはもうほとんどこうボックス形状なんですよね。クークボックスっていうぐらいなん でここにこう板をこう張ってって、まあ、こういう風に張ってもいいし、こういう向きでね張ってもいいんですけど、後ろに向かってで張ったらある程度このレールの厚みが出るんで、で角をこう丸くして落とすと。でこれはもうほとんどボックス形状で、先端だけは僕のこだわりで、イーグルノーズって言ってこうとんがってるねノーズにしようかなと思ってるんですけど、ザーッと来て、でこの辺が僕の一応こだわりのスティンガーウィングというか、ここまでこういう風にレールが来て、でここもこうレール張って、で後ろに向かってこう薄くなっていくんですけど、なんかここもこうね、なんかここもこう削ってって丸くすると、なんかこれは比較的 楽な作りというか、まあ、10フィートあるんでね、後ろ絞ってても波は取れるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、動き方とかはどうなんですかねこれ。結構ね中もシンプルで、まあ、先にこの背骨をビーッとまっすぐ引っ張って、でこう横にね、骨入れて、でデッキとボトム張ってっていう作りですね。でショートの方もほとんど同じ構造です。ただショートの方がねちょっと骨が多くて、ちょっと重くだからねちょっと重くなっちゃったんですけど、でこっちもね同じ構造ですけど、こっちの方がまあサーフボードっぽいこうレールもまあまあついててっていう形してるんですけど、デッキ側はもうほとんどフラットで、まあ、波に当たる側ボトム側でちょっとこう、ロッカーがついてるっていう感じの、まあ、ボックス形状になりますね。こんな感じで、で要所要所はこういうスタイルフォームで補強というか、まあ、ここにもこう木を張ってってレール作るんですけど、こんな感じのテールはねちょっと絞ってスティンガーっぽい雰囲気にしようかなと思ってます。今年の夏はこれで子供乗っけてプカプカしたいっすね。こんな感じで、でね前作ったこっちは何回か海入ったんですけど、まだあのホットコートって言って仕上げのトップコートをしてないんで、ちょっとね水が入っちゃうんで、もう一回ねトップコートすれば多分大丈夫かなと思います。でウッドボードってね中が中空なんで、こういう空気抜きの弁をねつけないとダメなんで、これ空気抜きの弁、これ船舶用の水抜きドレンなんですけど、それを加工してね使ってます。でこっちにもここにつくのかな、ここにねここにカポッとはまって、でこっちもトップコートするんですけど、まだね全然ね樹脂も乗ってないから、まあ軽い、もう片手で余裕で持てる35ぐらいから真剣に始めて、
でこの板は、サーフィン始めてまだ3ヶ月ぐらいの時から作り始めたんですよ。いきなり波も大して乗れないしサーフィン全然できないのに、こうサーフィンの源流をねこう流れで知ればもっと深くサーフィン楽しめるかなと思ってで作り出したんですけど、まあね全然進まなくて結局1年半ぐらいかけて作ってましたね。なんかちまちま作って、で一昨年かなの夏に、海持ってって、山口県のねすごい綺麗な海行ってシェイクダウンしたんですけど、まあね思ったよりも乗れましたね。これは性能云々いうね板じゃないんで、どうなるかなと思ったんですけど、浮力はあるし割とまあこいつは 6.8 フィートだからそんなにね短くもないんで、まあなんかのたーのたーって感じでしたね。ゆたーのたーって感じの、なんかもう全然動かす気にもならないような板で、でもやっぱりいつもねなんか乗ってる板とは全然感覚も違うし、なんかこうなんヴィンテージバイクとかヴィンテージカーに乗ってるのと似た感覚ですね、だからサーフィンの酸いも甘いも知ろうとか思うとこの辺からアプローチするとねすごい楽しいサーフィンできるかなと思って、で市販の板とかヴィンテージボードでもいいんですけど、いつも行ってる海の波がねこういうので入るとまた全然違ったものになるんで、まあ作るプロセスとそこにね持っていくまでのプロセスと乗って楽しいプロセスとっていう風に楽しいポイントがね増えるんで、だからこういうの作って乗るのは結構ねおすすめします。ただねやっぱり音が出る作業中すごい結構音が出るんで、なかなかこう作業場がね僕みたいに確保できない人は難しいかもしれないですけど、場所がもし確保できてねやれるんだったらぜひチャレンジしてみたらいいと思います。すごく楽しいんで。でもう一個作ってる方のロングの方が、まあ、これよりも全然シンプルな作りにして、まあ、よりもっと古い年式のサーフボードを模して作ってるんですけど、インターネットとかでもねクークボックスサーフボードとかで検索するとあのスタイルの箱型のサーフボードって結構出てきます。で中の構造もね結構公開されてたりとかしてるんで、すごくね、まあ、参考にそういうの参考にしながら僕は作ってますけど、あっちの方がロングの方が比較的楽ですね。やっぱりこっちのボードはものすごい大変な作り方をあえて選んじゃったんですごい大変でしたけど、ロングの方は10フィートで作ってて、なるべく材料もなるべく少なく安くっていうのをねホームセンター行って見つけてね、これなら使えそうだなみたいなで作って、まあ最終的には樹脂でコーティングしちゃうんで素材自体のねなんか強度みたいなのはそんなに必要ないかなと思いますね。まあ、軽い材でね作るにはこうしたことないと思うんですけど、カヌーのね素材とか結構いいんですよ。カヌー用カヤックとかああいう素材使って作るといいんですけど、コストがすごいかかるんで、なんかね僕はあえてホームセンターをおすすめしますね。ホームセンターのいろんなものを組み合わせて作るっていうのがね結構面白いと思います。夏までに何回かに分けてロングボードの、動画もね制作動画、あとまあできればシェイクダウンまで、なんか動画にできればいいなと思ってるんで、興味ある方はぜひチェックしてみてください。あと僕超初心者向けに、まあその自分がサーフィン始めた時に自分のためにとも思ってサーフィンのブログをやってるんですよ。で全然ね去年の夏ぐらいから更新はしてないんですけど、テクニック的なこととかなんかいろいろサーフィンのためにやったこととかをブログにして、その超初心者の方のため向けにねやってるんで、それ概要欄にリンク貼ってあるんで、もしよかったら、そっち見てみてください。意外とためになること書いてあるかもしれないです。で僕が実際海行って練習して体験したことをそのまんま書いてるんで、意外とほら
30過ぎて、まあ、僕なんか35過ぎてサーフィン始めて、見た目ねもうこんな感じだから遥か昔からサーフィンやってるってよく思われるんですけど、憧れてただけでできなかった全然暇もなかったし、 それでまあ35過ぎて始めて、意外とやっぱりみんなね、運動能力も昔ほど ないしなんかこうサーフィンってすごいストイックなスポーツなんで、なかなか上達しないんですよやっぱり。だからそういう人のちょっとね助けになればいいなと思うんで、ぜひねブログの方もねチェックしてみてください。ちなみにねここのそうそうそう、ここのこのね羽、これ樹脂の下に埋まってるんですけど、これは、僕がねサーフィン始めた時にスーパーの駐車場で拾って育てた、ムクドリの羽です。である程度大きくなったらね、山に返そうっつって返しに行く前日にちょっと羽失敬して抜いたわけじゃないですよ、なんかこうたまにほらバタバタしてると羽のこういうとこからピッて出る枝毛みたいな羽、あれをねちょっともらってでちょっとなんかサーフィン始めた頃の初心を忘れるべからずと思ってここにね埋めてみました。結構ねいいっしょこれ、結構かっこいい、うん、だこんな板さ釘沼とかで持って乗ってたらただの変態ですよね本当ね。あの辺じゃねもう誰もいない海で乗りたいな、こういうやつはそんなわけでもし海であったら声をかけてください。では。